中山金杯2021、一着取ったら外球使ってください。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ検証のヤギでございます。本日は5分でわかる外球データ編ということで、中山金杯2021をチェックしていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目、過去の中山金杯外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去の中山金杯でどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年の中山金杯でどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちら、2018年の中山金杯でございます。1着がセラブリランティス、2着がウィンブライト、3着がストレンチクォークでございました。なんと馬券に絡んだ3頭すべてが外球調整でございました。そしてこちら、中山金杯2019年の傾向でございます。1着がウィンブライト、2着がステイフーリッシュ、3着がタニノランケルでございます。この年もなんと馬券に絡んだ3頭すべてが外球調整でございました。そしてこちらが中山金杯2020年の傾向でございます。1着がトリオンフ、2着がウィンクシード、3着がテリトリアルでございます。この年は逆に在給調整の馬が独占しております。中山金杯2021で狙うのはということで、2つのポイントを挙げさせていただきました。まず1つ目、1着取ったら外給の法則でございます。2018年2着のウィンブライト、こちらは福島記念1着からビッグレッドファーム鉾田で外球調整を行いました。そして2018年3着ストレンジクォーク、こちらは修学にステークス1着からノーザンファーム10で外球調整を行いました。そして2019年3着のタニノフランケル、大原ステークス1着から吉沢ステーブルベストで外球調整を行っております。そして2つ目のポイントでございます。チャレンジカップから参戦という形でございます。2019年2着のステイフユリッシュ、2020年1着のトリオンフ、2020年3着のテリトールでございます。この3頭すべてチャレンジカップでございます。着順は関係なくチャレンジカップから参戦した馬、注意してみてはいかがでしょうか。最終的な外球馬やデータ該当馬に関しましては、レースの前日出走馬が確定いたしましたら LINE でお送りさせていただいております。下の概要欄から1秒で登録できますので、ぜひ登録してお待ちください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録グッドボタンぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。